九州は一つ。阿蘇の草原を生かした飼育方法で赤牛作りを続ける井信行。匠の蔵。こちらでは餌は国産、しかも特に熊本産にこだわって与えているそうですね。そうですね。それはどうしてそういうふうになさろうと思ったんですか？そうですね、一般的には 90% ぐらい輸入飼料によるお肉。あ、日本国内では。日本はですね、まあ、そこらにあるもの、我々が農業をする中で農作物で牛ができるということはすごいことじゃないですか。日本の餌で日本の牛をということで、赤身の肉の良さ、美味しさっていうものが最近やはりこの、ね、評価されてきたのは嬉しいことですね。そうですね、明かりが灯されてきたというところですね。あ、そうですか。3528.1、3528。この日は牛の出荷の日。背中と胸の張りがいいぞ。およそ30ヶ月手塩にかけて育てた牛を送るとき、いつもこう思う。おいしい、おいしいと言ってもらえるんですね。お肉になってもらいたい思いですね。思いはあります。牛飼いができたことに、感謝しながら、できたらあと5年とか、そうですね、10年できたらすごいと思いますけれども。今回の匠、田原さんにはどう映りましたか？目の前にある自然を活用して、そこから恵みをもらう、それが自然をキープしている、なんていうかこう農業とか畜産業の原点だなというふうに思いました。で、原点であると同時にこれは最先端でもあるんじゃないかと、これからの人間と自然の在り方っていうことを考えさせられる、そんな井さんのお話でした。